無理もんめっちゃでかいよ。で、めっちゃやばいよ。多分普通の糸とワンバイワンしたら発想も後でアップデートします。写真撮るのだろいよ。まあルリ今は今のルリは別の犬と仲良しに遊んでるから、昔はなんか別の犬とか怖い感じだったけど、今は全然大丈夫。友達もいっぱいいるし、アラはもう昔のアラは俺の足殴るとかやったけど、最近のアラはなんか何もしない。めっちゃいい子になった。この世界だるいなって感じで生きてる。俺がなんか美味しいご飯あげる時だけ元気になるから。遊んでるあげたけど、遊んでるあげる時になんか10分で開けちゃう。うちの猫多分ルリのせいが多いと思うよ。ずっと面倒いや感じでやってたから、うちのルリは好きな子にいたずらする感じで毎日やってるから、それのせいかな。